ルジャスラットです。今日ですね、こちらのホグミラーマジアシャイリーやっていきます。というわけで、来シーズン大型がね、すごい強そうな、環境、はい、わかんない、まだ確定ではないんですけども、もう大型エリゴレゴレエレシャイみたいないや、すごそうな環境がまたちょっと来そうなので、今の間に高回転ね、楽しんどこうかな。というわけでホグミラー行きます。で、これね、マジ、あ、いて、プリンス、あー、メガナイトですね。これ、ホグ、いや、行ったら守れでいいか。さあ、ってことで、一旦ね、冷静に耐えたいと思います。よいしょ。まあ、耐えることができたら、俺の勝ちかな。で、今回、いたメガナイトオルブレカの、まあ、ディガーがあるかないか、あるかな、の、ヤナメだけか、ザップだけか、ヤザップか、みたいな感じだと思うんで、頑張れ。マジでしょ？うっとしてよかったな、早めに。お？さあ、ギリギリで受けていく。で、まあ、このね、あ、これ、ウォールブレイカー来るかも。来ない。救われましたね。これは、相手のメガニート、あいつをキング起動したいね、俺は。パッパと。よいしょ。なので、まあ、ホグ、序盤これ飛ばしてもいい。あー、ガゴイ。あれ？これ、呪文これ、相手、少ないっすね。そしたら。ちょ、マジで、受けがないんで。緊急でね。アイゴレミラー。アイゴレミラー弱いなぁ。ちょっと待って。ちょっと、バタバタしすぎてるから、一回落ち着いていこう。はい。一旦ね。多分ね、ヤナメじゃないのかもね。ガゴ型なんで、ザップだけとかの、だいぶ昔な感じの方の可能性がありそう。うっ。あんま2倍タイムにね、持っていきたくなかったんですけどね。いや、ホグ、全然、あ、ホグというか、あれを全然割いてくれないです。ヤナミでしたね。うっ。さあ、耐える。いいんですよ。こんなのいいんですよ。はい。ホグで、これきついんじゃない？よし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 。で、まあ、これはマジアチャとアゴぐらいで、延命しちゃうよ。いいよ。あ、これ消えられるっすかね。おっ、なんで？ああ、めっちゃいいプリンス。良すぎるプリンス来てる。ああ、マジアチャ警戒ですか。これでも今回の相手、ヤナメだけなんで、結構幸せですね。これホグ、ブラフです。あのホグに、メガナイトを使わせたかったのに、全然。全然綺麗に言うのだけの許容で。レベル12頑張れ。さあ、ここに来てスーパー防衛ウッドミラー、これ強敵ですね。で、メガナイト来たもダメージ稼ぎたい。アイスピー、さあ一発、もう一発、惜しい。さあ、これ耐えれる。ヤラム使う。ヤラムだけだと全てが残る。910か、遠いな。まあ、マジアチャ無限っすね、本当に。痛い。僕一発入ってる。なんで、でかすぎる。プリンス来る。あ、これ絶対きついです。俺もきついです。おい。いや、ずっとドタバタしてたわ。ずっとドタバタしてたけども、マジで最強。いや、もっとね、
本当はホグミラーをこう綺麗に決めたいだとか、まあジオチェミラー美しくねやりたかったんですけども、さあ次はね、次は綺麗にホグミラーで決めたい。さあよろしく。え？今、え？ちょ待って、俺ちゃんと見えてなかったけど、1位バッジついてなかったっすか？高橋ザ・マキシマムズ迫撃砲デラックスだいぶキラキラしてんな名前が。いやー、ロイホグだったらこれ素晴らしいセパになってたんだけどな。トルネでもあんのか。あー、いや、ありそうだけど。ありましたね。さあここはまあトルネ使ったんで一旦ね削らしてもらって、2発しか入らないんだ、辛いね。エリピーでしたね、これは。エリピーゴルだ。エリポン嫌だ。エリポン嫌だな。まあでも今みたいな、あの、ミラーホグでダメージを稼いでいきたいね。今回じゃあトルネード持ってるので。これコウモリからのホグで、ネクストのホグをもう一回いけるみたいなね。いや、微妙か。まあ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 、マジアチャがメインなんでね。いや、これ、やべえな。これ、エリポン、来シーズンもちょっと強そうだね。クエイクは、なんかエリゴレとかに対して活躍しなさすぎて、なんかそんな流行んなさそうっていうので。ん、ミスってる。で、俺もミスってる。マジでどっか行った。なんで。耐えたい。まあ、鳥になるんで。もう12結構入らん。それね。マジアチャで？あれ？マジアチャで？いやもうだいぶ無茶したっすね。今だって折れてなかったらもう終わってたんで。いやゴーレムなんか防衛大変そうでしたね。いやもうマジアチャゲした。いやちょっと待って、1バッチさついてなかったっけ。見間違いか。あ、見間違いっすね。あ、俺か。あの本当に俺でした。本当になんか立ち悪いやつみたいな。俺か、俺についてたのか、びっくりした。なるほどね、持ってましたわ。はい、やべ、マジで本当にそんな煽ろうとかそんなつもりもなんもない、なんもないです。はい天然うざおです。トニーカッパ、さっきから名前がシャレてんな。 LSPライシーズンはね、LSP めっちゃ強そう。で、俺も LSP めっちゃ好きなんですよね。あいつだけで、スケルトンの処理だとか、ん？スケラ？スケラのスケとか、まあ、コウモリ、ラクデのコウモリ。オーマイグネス。美しいな。そのオレンジ色の湖に飛び込んでこい。4ワード。お、ラバですかい？そして。いや、なんだこれ。LSP？ ポバ？いや、わからないですね。わかんないですよ。あー、すごい。なるほどね。まだマジアチャ最強。そして、ここで、もうホグとかを飛ば、あ、これ延命したい。延命したい。ゴブリン？うっ、なーい。これはね、まあ仕方ないですね。ホグ飛ばしたタイミングだったんでね。いや、これは何なんだい、あなた。
ポイズンタル LSP がすごい謎ではあるけど、まあ、ラバーディガポイとか今の時代にそんなできんのかなっていう。あーいました、ラバーディガポイです。これも行っちゃった方がいいっすよね。で北まで行っちゃう。あー、お、多分今の LSP の感じで気持ちよくなったやつかいやわかんねえ、単純に悲しい悲しい方のスタンプか。さあ1本、あ折れないか、もう折れなくても全然いいっすね。これはどうしよう、まあ、どうせここにポイとか落ちたいんじゃね。これ最強ですよ、もうコウモリゲーです。 LSP が来ない限りそんなコストねえか。はい、でカウンターでもうホグタル咲いたらゴブリン追加、グッドゲームです。いやここで記念にミラーホグして、あのキングを降りに行くで魔術チェンメします。うー、タルが来ない、あれ諦めた豚に挟まれてんの。オーケー、よし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 、まあ、ラバーとかはね、てかまあ芝なんか芝ボイもしてたしすげかった今回は。まあマジアチュミラーとかコウモリミラー、高回転でアイゴレ蓋もあるし、ストラにはね地味強かな、これだと施設欲しいけどね。さあプータくんよろしく。で今はねゴブリンとか使ってますけど、下方来ると設置時間がちょっと遅くなるのかな。なんでまあゴブリンバレルとかホグとかかに対して飛んできたから、はい防衛ゴブリンがちょっと出るのが遅くなるんで、まあ、バレル完封、ゴブリンでバレル完封とかも今はできるんですけど、そういうのができにくくなったりとかすんのかなっていう。さあマジカーチャーで射抜かしてもらって、アイゴレはねだいぶ贅沢ですけど、うっ、まあ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 、いやだいぶ抑えた方なんじゃないですか。しかも今回トルネコ、え、ちゃうわ、トリトンか、トリトンで緊張されてカリカリしてるっすね。まあ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 、まあ、マザネクおばちゃんはマジカーチャーのイケメンお兄ちゃんがしばいてあげるとしてなんとかなりそう。これ釣られないっすよね、幸せ。あーめっちゃいいトリトン、コウモリはみ出ろ、うっ、苦しい苦しい、ウッドもうちょっと早く打っときよかった。いや苦しい、この右のマジアチもいらんかったかも。うわー やばいやばい、ゴブがゴブがファイボ、うん、いやロイだと思うんですけどちょっと珍しい方っすね、だいぶ珍しいかもね。ゴブ小屋の対応っすね、俺が重要なのは。なんでここで射抜きます。でホグいきます、でウッドします、でこのトリトンにはアイスピー、にゃーい、ほい、気持ちいい。でまあはまあだけやっすね、まあだけ敗北か。なんか墓石のやつがこれになってんな、はいはいはい。マザイがまあウッドミラーでいいかなと思ったんですけど、ウッドがね、やべ、なんかコースト使いすぎてる気がする。これで行かなきゃ行かなきゃ苦しい。マジアチャがゴブゴブいい感じにちょっかい出してくれて、ホグ一発は入らねえよな、一発入らねえな。あーこれやばい、ちょっと耐えないといけない俺は。まあどうせファイボー打たれるんで次出しちゃって、うわ本気で真っ向勝負する。出してコウも連盟して、
5連目勝てると広い世界が見えてくる。オッケー、来た。ゴブくん間に合うな。一発気合いのゴブリン、コウモリがはみ出て、おい、あぶねえ。なんかワンパンされそうになるっすね。まあ、ウッドミラーがね、こういう時にいい味出しますね。なんかいっぱいぐちゃぐちゃしてたらね、ウッド2周でマジアチャだろうがマザニクだろうが、はい、全部溶けます。ザッピーも溶けます。さあ SM、 うわー、イカッチープロフィールしてる。これエリポンゴレじゃなかったかな。違うかな。なんかゴレのイメージがすごい強いっすね。いや、あります、ゴレ。まあマジアチャーっすね。あとは序盤にキンキドやっぱされたくない。せっこいわあれ。いや、ホグコウモリからのもう一回ホグリンプラスのゴブリンまで行きたいな。ああ、いや、しっかりしてくる。タルババ読んでる。いや、完璧すぎるこのゴブリン追加。しかもレベル12ゴブリン強い。折れる。いや、天才か。よし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 。いや、まあ、いや、いやだ、いやだ。あー、ちょっと待って、ナンシー出したー、もう。あー、でもエリポン。あれ、もう行ってこないか。さあ、これは、悩むね。いろんな防衛パターンがある。顎で誘導したい、でも。こんな顔してたよな、今。やべえ、この防衛マジで下手。終わりました。さあ、もう絶対ペガ工場やん。デッキ絶対ペガ工場やんけっていう。さあ、ペッコゴブリンもアイゴラもアイスペも強い。全部強いけど、これさあやっちまえ。あー、おかわりあるけどね、一旦ね。アゴファイボか、26か。あー、26やだな。さあペッカ工場完全ブラフやし、ペッカ工場欲しい人でしたね。ペッカ工場だったら相性いいな、美味しいなのプロフィールだったんか。なんだ、いや、これ渋いね。ホグ対決で相手は施設があってファイボもあってみたいな、このこれやばいな。ホグどうやって通そうっていう。なんだこれ、あ、コウモリが。しかも、ん、いや、これ絶対きついっす。俺のアイスピも下手、やばい。お、でも、えっ、あ、26の5部になってるわ。でかい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 。好きな方が絶対回転も速くてきついんで、居抜きてー。延長とかだったらやるけど、さあ、まあきつい、仕方ない。お、マジアチャ？うっ、一発入りそう。いや、よくやった。いや、マジで顎ほぐされるだけでつらい。うっ、なんで入るんそれが。いや、マスケ、いやー、ちょっと強い。
大砲あるか。ワンチャンミラーホグで戦えそう。はい、なんで入るねん。やべ、さっきからこれば、えたまたま、ゴブリン熱い。もう一発、いけ、もう一発かませ。うわ足りん。うっ、耐えた。あぶねえ。ウッディウッディ、ローリングウッディ、よし。自慢ないんでね、最後はウッド2周です。ウッド2周か、マジでちらぶち抜くか。あぶねえ、耐えた。さあ、よろしくお願いいたします。削り、ホグはね、てかトルネだけとか施設だけとかだったらあのミラーホグが刺さるんですけど、まあ施設トルネとか来ちゃうとね、だいぶハゲちゃうっすよね。さあザッピーはもうファイボがねセットになってんだよな。お、これはトルネードが確定で入ってる顔してる。延命したい。いや入ってないのかこれ。ホバリンが、いえ、矢の波ちょっと警戒したけどね。新鋭ダイローグでしたね。よいしょ、あれもしかして年ですか私。さあちょっと嫌なコウムリに新鋭ダイローグか。あーそうっすね、ゴルナイ、ホバ、ホバ、ホバゴルナイってそんぐらいしかないっす。呪文気になるな、相手の。やなめ割ったんで、まあ多分やたる。多分やたる。ってなると、マジックアーチャーギー、あやばい。お、よかった、相手のゴルナイが。サボり野郎でよかった。さあちょっと芝ウッドしてるんで攻めたいんですけどね。いや攻めるか、タル来たら延命します。いやー奥だな、だいぶ。いや檻強いね。ちょっと待って、や難しいよ今回の試合は。俺の攻めをねどう通せばいいのかが明らかに。ここいいよ、マジカチャ、マジカチャ、はい走る。でここはタル、一旦落ち着くてかヤタルなんで、もうマジアチャーゲーっすね。いいのそれ、降りか、入るんじゃないこのホグライダー。道を開けて、コウモリ欲しい。ホグ飛ばしてからのコウモリ回して、うわこれウッドもう一発かましとくか。悩むね。ちょっとまずそれはまた、ちょ今のびっくりっすね、走ってこられんの。絶対右、でもこれはフェイク。ここの右行きたい、やっつけちまえ。天才だ。ちょっと熱いぞ。うー
これまたフェイクです。右コグコウモリまで行きたいな。でウッドがヘナチコ。マジでこれ刺さらん。危ねえ。ロイホグ嫌な雨が怖すぎたけど、マジアチャ最強でしたね。ホグミラーも決まってよかった。危なすぎた。ヨウはい、ヨウ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 、やめとくか。おアイスピアね、トルネードだいぶ薄いっすよ。ゴブリン、あ、もう環境っすね今だから。アイスピも全部消えるけどね、下方でボム最強。あ、でもコウモリが射抜いて、まあ潜られるかな。はいはいはい。でもいやー、めっちゃいいアイスピ来てる。まあホグがクイックなんで、まあディバは薄そうっすね。ホグっぽい、ホグかーって感じだねクイークとかゴブリンが、俺のゴブリン無能になる。これ回るかな。マイティ出てたからサイクルが。あ、でも一発幸せっすね。クイークなんでもう低めコウモリ。なんで今の入るのはちょっと違うね。さあこれはね、いかに守れるかっすかね。守んないといけないっすね私は。まあこれどうせボム、相手の保護をねやっぱ完封するっていうのがね難しいわけですよ非常に。絶対ゴブリンとかでよかった。いやーこの防衛良くないっすね今の。なぜマジアちゃんに頼ったっていう。マジアちゃん大したことないっすボム、めっちゃいいウッド。いやマジで出して、お、いやなんかホグが刺さってる。さてはちょっといいタイミングだった。延命する。これミラーホグあります。相手もうまい。ミラーオグされたら嫌っすもんね。まあホグッとされたら終わるんですけどね俺いつでも。さあでも攻めて守らして、いやー悩んだな今。マジアチャリ抜くか、まあ、絶対こんなん止めないといけないっすね。滑り込みルート強さ入んねえかな。あのマスキをさ俺射抜くプランあるんだよね。あ、いよいよ来た。
まあ耐える。いや背が相いい390。あれ射抜くのさすがにバレてる。バレてない。あ、あれ甘えてる。おいいやマジでちゃマジでちゃこれお前じゃなきゃ負けてたわっていうこれだからやめられないっすよねマジでちゃはね。さあここ勝てば12ウィンですね。よろしくね。いってらっしゃいゴブリン。まあゴブリンもねスケに戻りそうな気はしてます。さあタルババ。タルってなんかよく言うんですけど9割トルネ入ってます。はい、ああもうトルネです。バレバレ。あんたのデッキバレバレ。もうねバルンです。はい、きついです。犬来てー犬来てー。これ犬来ねえかな。これ1個前だ。やべ、いや犬来た。いやめっちゃ入ってる。12だ。これが12強い。これコウモリ使ったら終わるっすね。使います。てかトルネサイターすないで。ホグだぜ俺。ホグの俺に。あーアイスピーごめん。アイスピーごめん。どっか行っちゃった。いやーまあバルーン残すはないよと。よしよし。いや千ダメ美味しいな。タル持ってるサイクルっすよね今。ゴブリン無駄死になっちゃうからマジアチャから行くか。これランバルで正直ボコボコにされる可能性あるんでめっちゃ攻めて。タル、おお、これ間に合わねえぞタル。え、おいしい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 。え、これホグミラーでさコストないですみたいな。ああ、2倍タイム入りやがった。ずるやん。後ろからボーラーでチョコンっすね。ボーラーじゃないゴブリンでチョコンっす。でバルーン警戒用に釣ってあげて。いやめっちゃいいあ、これランバーあれレイジがねずるいんだよこれ。コウモリがいかれる。いやこれ回します。え、でここにはトルネ。トルネ使う。これ使わないとさ一発。じゃあこれは普通に止まるな。やばい、何してんだ俺。犬犬いやもう無理やりダメージ稼ぎたい。取るね。右入らんこれ。入らんか。いや犬きにくい。やべこれ逆サイキと終わる。いや防衛うまっ。はい自分でなんかうまっとか言っちゃったけど。はい、いやーホグミラー、まあ、マジ強かったっすね。はい、気持ちいい。ウルトラレア当てます。マジガチャ出ます。ほい来た。マジガチャです。当たるわけないよね。